ザカリー・ウォーレン・コザートは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身のプロ野球選手、宇藤右内。現在はフリーエージェント。愛称はコーチ。高校卒業までは野球の他にアメリカンフットボール、バスケットボールもやっていた。大学進学後は野球に打ち込み、ミシシッピ大学時代には第3回世界大学野球選手権大会の アメリカ合衆国代表に選出された。シンシナティレッツ時代2007年の MLB ドラフト2巡目でシンシナティレッツから指名されプロ入り。2011年7月7日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。しかし8月12日にトミー・ジョン手術を受け11試合の出場でシーズンを終えた。2012年にはレッツの声優劇手となった。 バッティング面では打率246.113三振と荒さも目だったが15本塁打を放ってパワーを発揮した。出塁率は300未満と低くリードオフマンとしてはいまいちだった。遊撃の守備は138試合で守りについて14、失策、守備率975という成績を記録。 14失策中9失策が早急エラーだった。2013年は151試合に出場した。打率、254、12本塁打、63打点を記録した。また、リーグトップの10疑比を記録。2014年は147試合に出場して3年連続で規定打席に到達。しかし打率、221、4本塁打。 38打点という成績に終わった。2015年6月10日の試合中に右膝を負傷し、6月16日、右膝人体帯の損傷で60日の故障者リスト入りとなった。故障の影響で53試合の出場に止まったが、12塁打、13塁打、9本塁打を放った。2016年はレギュラーに戻り、121試合に出場して、規定打席、打率、 252、16本類打、50打点、4盗塁という成績を残した。2017年は初のオールスター選出を果たし、選出が決まった7月2日までの打率は、322と好調だった。最終的に打率3割は達成できなかったが、自己最高の297、24本類六63打点を記録した。オフの十一月二日に、 FA となった。二千十七年十二月十五日に、ロサンゼルス・エンゼルスと三年契約を結んだ。しかしエンゼルスの遊撃には、アンドレルトン・シモンズがいたため、2類種及び三塁手として、起用された。二千十八年シーズンは六月終盤に損傷した、左肩関節唇の修復手術を受けると、発表し、シーズンを終えた。2019年は、開幕から出場したが、 4月下旬から首の捻座と左前腕部の打撲のために2週間離脱。5月末からは左肩の炎症で故障者リスト入りを繰り返し、7月12日に左肩の手術を受けたことを球団が発表した。シーズン中の復帰はなかった。2019年12月10日に金銭、または後日発表選手とのトレードで、ウィル・ウィルソンと共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。 2020年1月13日にジェイク・ジュエルの加入に伴ってリーフとなり15日に自由契約となった2017年のオールスター選出の際同僚のジョーイボットからロバをプレゼントされたロバの名前が募集されたが最終的には長男・クーパー君がドナルド・ダックのファンだったため可愛い,いロバはドナルドと命名されたというありがとうございます